ベルクマイヤーのマグショットアントンベルクマイヤーはドイツの軍人第二次世界大戦中新英隊の隊員としてブーヘンバルト強制収容所の監守などを務めた最終階級は新英隊総長1938年監視長マルティン・ゾンマーの副官としてブーヘンバルト収容所に赴任し1943年2月までこの職を務めたこの頃 ウーヘンバルと強制収容所の前任所長、カール・オット・コッホが独断での囚人殺害や、職務怠慢などの容疑でゲシタポに逮捕される。これを受けて、コッホの裁判を担当していた、新衛大法務官、コンラート・モルゲンは、ベルクマイヤーら末端の収容所職員まで、捜査対象を広げた。結果としてゾンマーは逮捕され、ベルクマイヤーも逮捕こそされなかったものの監視職を、追われている。 その後、ベルクマイヤーは、逮捕を免れる代わりに武装 SS 懲罰部隊の隊員として前線に送られたとも言われているが、定かではない。戦後、ベルクマイヤーは、ダフハウ裁判の一環として行われた、ブーヘンバルト裁判において、30名の被告と共に、起訴された。この中で、ベルクマイヤーは、連合軍捕虜の目撃証言を根拠として、捕虜虐待の罪で裁かれた。 1947年8月14日、ベルクマイヤーはブーヘンバルと強制収容所にて、捕虜の虐待及び殺害に関与していたと判断され、公式刑が宣告された。ただし、この判決は、間もなく、終身刑に減刑され、1950年代半ばには、ランツベルク先般収容所から釈放されたとされる。その後、長らく消息不明となっていたが、 1984年10月に、プファフェン方編にて死去したという、ありがとうございます。